しい市場で働く方は必見のサービスです。社長が一押ししていた夏専用のひんやりニットキャップですが、 EC 販売では全然売れてません。え？なんで？なんでかは分かりませんが、こんなに売れなかったことはないぐらい売れてないですね。いやでも俺が YouTube で見たインフルエンサーが絶対来るって言ってたから仕入れたんだよ。まあ来ると言われても何が来るのやらっていう感じなんですよね。いやインフルエンサーが来るって言ったら絶対来んのかと思ってたけどな。そうでもないみたいです。はぁ、あじゃあこの新潟の美味しいおせんべい、これ EC で売ってみようか。それはちなみに誰のおすすめですかね。あのね、居酒屋のじいちゃんがね、これ来るぞって言ってたんだよ。もしもし、A じゃないかですか。 EC で売れるものが何か知る方法はないですか。さて、ここから紹介しますのは大手 EC モールと言われる楽天、アマゾン、ヤフーショッピング、こういった EC モールで何が売れているのか、どの季節にどんなお店で何が流行っていて、みんなが何を求めているのかなど、こういった EC 市場の情報をデータでつかめる、そんなツールです。すげえ。 EC リサーチツール、ニント e コマース、詳しくお伝えしてまいります。株式会社ニントの川島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしてそんなことができるんでしょうか。まずインターネット上で公開されてですね、いろんな情報ですね、でこれをですね収集してまいりますと、クロールっていう技術を使って、実はデータの方を収集してきます。でこれ定期的に循環していて、まあ、常にフレッシュな情報を我々のデータベースの方に貯めていってると、例えばランキングであったりとか、まあ、表示されている価格の情報とか、こういったものを我々の方でわーっとですねデータ取らせていただきまして、我々の方で持っている、まあ、推計技術っていうのがございますと、この仕組みにフレッシュな情報を入れることで、なんと商品単位まで売上と数量が分かっちゃうっていう。それが分かるとどんな良いことがありますでしょうか。まず販売店さんでいくとシンプルにですね、あこの商品が売れてるんだっていうのが分かると、でさらにこれが何個どのくらいの期間で売れてるのかが分かると、でさらにいくらぐらいで分かる売れてるかも分かるので仕入れに困りませんと。メーカーさんっていうところでいくと商品を作っていかなきゃいけないんで、今トレンド市場でどんなものが売れてるのかっていうのが分かりやすい、だどんな商品を作りたいのか分かったりとか、生産台数どのくらいにしたらいいのかとか、あとですね流通の見える化ですね、今日はですねアマゾンさんのテレビのジャンルっていうところのデータを見ていただきたいな。売れ筋ランキングみたいなことね。その通りです。今月のアマゾンさんのテレビっていうのはこのくらいの売り上げがありますと、もう数字ドカンですね。結構細かいとこ。ちょっと桁数ちょっとやばいね。よくわかんない。こんなに売れてんの。テレビこれからねアマゾンで売っていきたいっていう方は、最高でこのくらいの売り上げの機会があるんだよというところをまず見ていただきたいなと。市場規模がね、トレンドですね、どの月に、売れているのかっていうところなんですけど、はいドンでございますと、ここに売り上げの山があるんだよと。爆売れしてるね。爆売れしてるんですよ。上下で全然違いますもんね。全然違うね。どのタイミングに仕込んで、どのタイミングで売り上げを作るみたいな計画がもうこれで一発で作れちゃうと。確かに。これがですね価格帯の分析のチャートで、メッコチャートなんて言い方をするんですが、3万円から4万5000円あたりいっぱいシェアがありそうだねと。なるほどね。これ価格帯によってシェアも全然違いますね。そうなんですよ。例えば5万円の商品で市場にインパクト与えたいと思っても、やった後に大損食えちゃったら取り返せないじゃないですか。そうね。やる前に見ましょうよっていう、そんな機能になってます。売れてる商品が一体いくらぐらい売れてるのか、何個ぐらい売れてるのかっていうのを見ることができますと。なのでここの戦略がこのメーカーさんすごい強いねっていうのがこれで分かっちゃうので、例えば違うメーカーさんがこのランキング見たら、あうち50インチちょっとやめとこうかなみたいな判断ができたりしますと。確かに確かに。で販売店さんだと50インチのこのメーカーさんの商品来てるねと思ったら、これを何とかして仕入れてこいという形でですね、方針がつくと。売れるぞと。そうなんですよ。迷わない。やっぱこういうことができるのがニントeeCommerce使っていただくメリットかなと思います。いいね。素晴らしい。 EC で何が売れるかを知りたい、また市場調査をする時間も人手もない、そんな経営者の方にニントeCommerceの機能はこれおすすめですね。はい。データをより細かく分析されたお客様は、こういうですねウェブのシステム以外に直接ですねデータをお客様に加工するカスタマイズレポートっていうサービスもご提供してますので、もうどんどん皆様のわがまま我々にぶつけていただきたいなと思ってます。ありがとうございます。素晴らしい。ニントeCommerce導入方法や価格など詳しくはホームページをチェックしてください。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、
ニント e コマース承認です。承認いただきます。